ションダ・ライムズは、アメリカ合衆国の脚本家、テレビ監督、テレビプロデューサー。医療ドラマ、グレーズ・アナトミー・コインの解剖学及び、そのスピンオフドラマ、プライベート・プラクティス迷える大人たちの原案者、主脚本家、制作葬式として知られる。2007年5月、タイム100にリストアップされた。医療ドラマ、オフ・ザ・マップの制作葬式もいったほか、 ABC の2011年から2012年シーズンのミッドシーズンに開始となったドラマスキャンダル託された秘密の企画構成も担当した。ションダ・ライムズは大学教授と大学事務員の娘としてイリノイ州シカゴで生まれ、同州のパークフォレストサウスで2人の兄、2人の姉と共に暮らした。子供の頃から物語を話して聞かせることを好んだ。 高校生の時に病院でボランティアを務めたことが病院環境への興味をかきたてた。マリアンカトリック高校に通った後、ダートマス大学に入学し、学士号を取得。ダートマス大学ではフィクション制作や監督のほか、舞台演技にも行った。大学卒業後、兄、または姉の一人と共にサンフランシスコに引っ越し、広告業界に就職。 その後、USC で脚本の勉強をするため、ロサンゼルスに移った。ライムズはクラスでトップの成績を収め、ゲイリー・ローゼンバーグ・ライティング・フェローシップ・アワードを受賞。南カリフォルニア大学映画芸術学部で MFA を取得した。USC 卒業後、ハリウッドで脚本の仕事が得られず、生計を立てるために、オフィス事務員など、様々な仕事を行った。 職業圧縁所のカウンセラーとして、精神疾患者やホームレスに、職業スキルを教えたこともある。この時期、ドキュメンタリー映画、ハンク・アーロン、チェーシング・ザ・ドリームの、リサーチディレクターも担当した。1998年、ジェイダ・ピンケット・スミスとジェフリー・ライト主演の短編映画、ブロッサムズ・ベールズで監督デビュー。自作の長編映画用脚本が、ニューライン・シネマに買い取られ、 それが契機となって、テレビ映画、アカデミー栄光と悲劇の脚本を任されることになった。主演のハルベリーは、この作品で多くの賞を獲得した。2001年、歌手ブリトニー・スピアーズの女優デビュー映画、ノット・アガールの脚本を執筆。同作は評論家には酷評されながらも、世界全体で6000万ドルのチケット売り上げを計上した。2004年、人気ディズニー映画、 プリティプリンセスの続編となる、プリティプリンセスに、ロイヤルウェディングの脚本を担当。続編は、第一作ほどの興業成績は上げられなかったものの、ジュリー・アンドリュースと一緒に仕事をできた経験だけでも、貴重だと、ライムズは、後日、述べた。自らの制作会社ションダランドを立ち上げ、これ以後の番組の制作に関わるようになる。2005年3月27日、 ライムズの原案、主脚本、制作総指揮によるテレビドラマ、グレイズ・アナトミー・コインの解剖枠が ABC 系列のミッドシーズン番組として放送開始となった。ワシントン州シアトルにあるという設定の架空の大病院、シアトル・グレイス病院の外科たちに焦点を当てた物語でタイトルキャラクターのメレディス・グレイを含むアンサンブルキャストが登場する。当初の放送枠は、 デスパレートな妻たち直後の日曜22時枠であった。2006年5月16日、ABC はグレーズアナトミーを木曜夜の番組編成のようとするため、翌シーズンから木曜21時枠に移動することを発表した。アメリカ合衆国のプライムタイム番組編成において、木曜は最も競争が激しい曜日とされている。特に十一時枠では、 当時の週刊視聴者数ランキングで不動の首位にあった CSI 科学捜査班が放送されていた。その裏に、あえて移動するということは、ABC がグレーズアナトミーに抱く自信を示すものであると、テレビ評論家たちは分析した。2019年夏現在、第15シーズンがすでに放送され、次シーズンの制作も決定している。2007年9月26日、 グレーズ・アナトミーのスピンオフドラマプライベート・プラクティス迷える大人たちが ABC 系列で放送開始。やはりライムズの原案、制作組式による番組である。グレーズ・アナトミーのレギュラーキャラクターアディソン・モンゴメリー医師がシアトル・グレース病院に別れを告げ、友人たちがカリフォルニア州サンタモニカで開いている共同医療センターに開業医として参加することに、 なったという設定である。こちらには、ティム・デイリー、エイミー・ブレネマン、オードラ・マクドナルド、テイディグスというアンサンブルキャストが登場。第一シーズンは2007年から2008年、全米脚本家組合ストライキの影響で短縮され、わずか9話しか放送されなかった。2013年、第6シーズンをもって終了した。2010年、ライムズは、ABC 系列向けのパイロット版。 インサイドザボックスを企画した。こちらは女性中心のアンサンブルキャストによるワシントン DC のネットワークニュース局を舞台としたドラマである。野心的なキャセリンという女性ニュースプロデューサーやその仕事仲間たちが特段値を求めて躍起になる一方で個人的な敵外心と良心の葛釈のバランスをうまく保とうとするという設定。この作品は テレビ放送には至らなかった。2011年、ライムズは医療ドラマ、オフザマップの制作葬式を務めた。原案者は、グレーズアナトミーの脚本家、ジェナ・バンズで、アマゾンタユリンの奥地で診療所を営む、医師たちに焦点を当てた物語である。2011年5月13日、ABC は同番組の打ち切りを正式に発表した。2011年5月、 ABC は、ライムズ脚本によるパイロット版、スキャンダル託された秘密の採用を決定。パブリック・リレーションズにおける危機管理のエキスパート、オリビア・ポープを主人公とする政治ドラマである。そのモデルは、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権下で大統領の補佐を務めたジュディ・スミス。2012年4月5日に第1話が放送された。2018年春、 シーズン7をもって完結した。2012年にはギルデッドリリーズというドラマのパイロット版も企画、制作したがテレビ放送には至らなかった。2014年秋から始まった殺人を無罪にする方法では制作葬式を務めている。同作は2019年秋開始のシーズン6をもって完結が決定している。2014年秋シーズンでは ABC が 木曜夜8時から、クレイズ・アナトミー、スキャンダル、殺人を無罪にする方法の3番組を連続して放送し、すべてションダ・ランド制作の番組となっている。2017年、ネットフリックスとの間で複数年にわたる独占契約を結んだ。2002年6月に、ハーパー、2012年2月にエマーソン・パールを、それぞれ幼女に迎えた。ありがとうございます。